血の匂い、猟奇殺人された犯人大病の時にはものすごい匂いがするんですよ、はい、この放送自体が私大嫌いで、はい、もうオカルト僕は嫌いだったんです、はい、ちょっと調べさせていただいて、はい、なんか病気の匂いが分かるっていうのをちょっと目にしたんですけども、はいはい、これはね私がもう幼少の頃からこの匂いを嗅ぐことができまして、はい、だから例えばですけど近くの駄菓子屋さん行って、うん、そしたらもうそこで、あ、おばあちゃん死ぬよとか、いわゆる命がもう終わるような大きな病気、大病の時にはものすごい匂いがするんですよ。どういった匂いなんですか？これも病気に本当によるんですけど、はい、まあ、例えばちょっと人のことはあれなので、はい、私の父親は胃がんだったんですけど、はい、胃がんでこの匂いだと半年ぐらいだなと思って、次の日病院行ってもらったら、やっぱり胃がんで半年で、まあ、亡くなったんですけど、はい、何か鉄を焼いたようなものと、はい、ちょっと生臭いものを混ぜたような匂いがするんですよ、はい、薬を飲んだり手術されたりして治ってくると、やっぱり匂いが薄くなっていくんですよね、はい、道とか歩いててもふって匂ったりすることもあるってことですか？します、します。ですので、もういつもカバンの中には鼻の下に塗る匂いの薬を持ってて、はい、もうここに塗っておかないと、バスとか電車乗るとたくさんの方がその場に止まってられるんで、はいはい、匂いがとどまるんですよ。なるほど。そうなるとすっごくしますし、はい、これだけ聞くと私がすごく霊感あるように聞こえるじゃないですか、はい、でもこれも私は霊感だというふうには言ってなくって、はい、実は病気には匂いがあるっていうのが発見されたんですよ。でやっとそれが分かったんですけども、これがなかなか文字にできないんですよね。どんな匂いですかって言われても、私もそうなんですけど、はい、だからなかなか書物として残すことはできないんですけど、はいはい、匂いがあるということまでは今の科学では解明されてるんです。若干ね、実は頭痛の匂いがされてるんで、頭痛持ちですか？そうでもないです。でもなんか私、頭痛は全然もともと持ってないんですけど、ここ最近、なんですかね、車酔いとかがひどくて、全然なかったんですけど、なんかスマホの見過ぎかなとか思ったりもするんですけど、まあ、気味が悪い言い方しますと、血の匂いが強い、はいはいはい、まあ、鉄分の匂いというか、はい、がちょっと若干されるんで、血がの巡りが悪いのかなと思うんですよ。野菜とか、なんかサラサラになるものを飲んでいただいたらいいかもしれません。ちょっと一生懸命サラサラにしたいと思います。怖い。ありがとうございます、はい。先ほど、はい、悪い霊はそんなにいないっていうお話をされたと思うんですけれども、はい、でよく心霊スポット行って悪い人連れてきたとかっていうのはあるんですけども、うん、はい、ほぼほぼ稀ですね。だから心霊写真なんかでもそうですけども、はい、悪いって言われるものってほとんどなくって、はい、まあ、結構心霊スポットとかって、はい、まあ、事件が起きたりだとか、ええ、なんか心残りがあって、うん、なんかそれが悪い例になってとかいうの結構聞くんですけれども、そういうところにもあまりいないもんなんですか？例えばですけど、はい、お知り合いに猟奇殺人された犯人おられます？はい、いません。近くにもおられない？近くにも、友達にもいないです。友達じゃなくても聞いたことないです。聞いたことない、はい、ぐらいの確率です。亡くなられた方もほとんどの方は、はい、そんなに悪いことされないです。あ、なるほど。だから近くに、いや、7、8人は猟奇殺人の人いますっていうような世の中であれば、ちょっとそういう亡くなった方もそういう可能性ありますけど、はいはいはい、基本的に本当に悪い例って少ないんですよ。このチャンネルにもう一人、はい、米わらしっていう子が出てるんですけども、はい、なんかその子が本当に最近怪我が多くて、はいはい、毒虫に刺されたりとか、はいはいはい、誰も刺されてないのに一人だけ刺されてたりとか、はいはい、がもう連続で起こったり、はい、なんかすりむいちゃったり捻挫をしたりっていう、はい、すごい連続で続いてるのが例のせいなのかな的な話はしてたんですけど、なるほど、そういうのってあるんですか？それはね、はい、全然別の話で、そうとしてはあるんです、はい、例えば男性が右足を怪我しやすいのは、女性の難が近くにあると右足が怪我しやすくなったりするんですけど、はい、基本的にそれはその人の自業自得この方の自らの業を自らが、はい、得てられるだけの話で、はい、霊とは関係ないと思いますね。なるほど。で、悪霊がついて、うん、その人がどうこうなるということがもしあるならば、はい、この世に犯罪ってなくなると思うんですよ。刺されたら祟られますから。確かに。でも祟られないですよね、はい、あれどういうことなんですかってなると、うん、やっぱりお経の中にも実は触りっていうものはあっても呪いはないっていうふうに
お経の中に書かれてるんですね、はいはい、で呪いっていうのは何かっていうと、例えば実は私このオカルト部の YouTube のお仕事をいただいた時に出たくなかったんですよ、はい、で何かっていうと、もうねこの放送自体が私大嫌いで、はい、もうオカルト部が嫌いだったんです、はい、だから出たくなかったんですよ、はい、って言うとね、はい、皆さんびっくりされません？えーって嘘ですよちょっと緊張してしまった、はい、嘘です本当はもう出していただいてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、そう言われると、はい、そのまま別れた場合に、はい、なんで三木住職あんだけこの YouTube が嫌いだったんだろう、うん、もしかしたら見てる皆さんもそう思ってるのかな、家族や友人も実はそう思ってるのかなって言って苦しんでいくのが呪いなんです、はいはいはい、ですから呪いを今私はかけてみたわけですね一瞬すぐ解きましたけど、はい、ありがとうございますでもこれが呪いの正体で、だから人から悪口を言われたり、例えば気が付いてる時にね、たまたま気が付いてる時にこれは霊の仕業ですよって言われると、その言葉に呪われるんです。なるほど、まあ、一種の思い込みそうですそうです、思い込みです。なるほど、でこれでこれが呪いの正体なので、うん、気にしなければ呪われないんですね。はいはいはい。でもそう、一番怖いのは第三者から何か言われたりしたら、うん、犯人がわからない場合ね、はい、でこれが藁人形がそうですよね。ああ。誰にも見つかったらダメなんですよ、あれ、はいはいはい、誰にも見つからずに三木大雲と書いた藁人形を打ち付けるでしょ、うん、誰にも見つかったらいけない割には五寸釘なんですよね、はいはいはい、めちゃくちゃ大きい音するんですよ、カーンカーンってね、はいはいはい、あの音をなぜ出すかっていうと、来てるよっていう合図なんです、誰かが来てるよって。で帰っていくでしょ、はい、次の日明るくなってから音をしてたところみんな見に行ったら、三木大雲さん誰かに呪われてますよっていう。ですから言い訳できない場所に、はい、なるので、だから今のインターネットもそうですよね、はいはい、犯人がわからない悪口っていうのは、はいはい、藁人形と一緒の効果があるんで、ですからそれはもう気にしない方がいいと思いますね。そうですね、お米ちゃん結構気にしちゃうタイプの子なので、それがあるのかもしれない。もうそれを跳ね抜けていただいて強くなろう。はい、一つ聞きたいんですけど、はい、悪い霊にじゃなる場合ってどういった場合が、いわゆる、はい、まあ、これもう善悪っていうのは非常に難しいんですけども、はい、人の念っていうものっていうのは、うん、これはもうあるかないかで言ったら100% あるもので、うんうん、はい、でこの念がそこへ残ってしまうと、うん、例えばね、彼氏に振られた時に聴いた音楽ってずっと念が残るんですよ、はいはい、この音楽聴くとその当時のことを思い出したり、うん、まあ、いじめを経験された方なんかも、はい、その時に食べたものがもう嫌い、もういじめられて自分が人生のどん底にいた時に聴いた音楽、食べたものってもう全部嫌いになってしまうっていうのは、そこに念がこもってしまってるんですよね、はい、でこういう念は時として悪さをする。でそれは何かっていうと、独り立ちしてしまうんです。念が嫌い君ができてしまうんですよ、自分の体と別に、はい、でこの嫌い君はそこにいる人とか、その場にいる人をこうやっぱり嫌な思いにさすんですね。だから、まあ、もっと分かりやすく言えば、旅行行った時に、はい、みんな10人で旅行行って一人だけ機嫌悪い人がいたら、はい、後の9人もだんだんと揉め始めるでしょ。あ、そうですね。でもう全然楽しくないとか、うん、いや楽しもうよって言ってるのに、そういう念が一つそこに入ることで全てのバランスを崩し始めるんですよ、はいはいはい、これをいわゆる悪霊とか悪念とかっていうふうに言うんですよね。でこれは最終的にそこに居続けても現着を本人と経の中に書いてあるんですけど、帰って本人につきなんて必ず主のもとに将来帰っていくんで、はい、だからそこに例えば10年間ずっとそこにいた悪い念が、やがてその悪い念を出した人のもとへ帰っていくので、はいはい、でこれを帰ってくる業っていうので自業って言うんです。自らの業、あ、はい、を得た時が自業自得ですから、怪我が続いてられる方はもしかするとどこかに残してる念を残されてるのかもしれませんね。じゃあ自分が作ってる可能性があるってことですね。そうです。でこれがまあ亡くなった後も私たちにこの業っていうのは必ず返ってきますんで、うん、はい、だから肉体が滅びた後もその念だけがこの世に残ってても、この念も必ず追いかけていきますんで、できるだけ悪いものを出さないようにすれば幸せになるという。皆さん幸せな世の中を作りましょう。はいお尻の下に引くんです。お尻に引いて、はい、はいはい、あ、そうそう、そういう感じ、あ、そういう感じ、あ、なるほど、めちゃくちゃ楽じゃないですか。あ、楽です、楽でしょうね。私以外は皆さん座楽さんって
ミキさんはもうやっぱ慣れてるから。私はもう6時間までは、6時間超えてくるとね、ちょっと最近痛いな。